おお、久しぶりだね、うち。あのワールドカップ以来の再会です。4年目、そうです。ペラペラドイツ語。ミーティングとか、サッカーに関係するのは分かります。というか、もう生活も十分できるんだろそうですね。それ大きな武器だよね、今後も。こうだいぶ練習とか違う？全然違います。日本人100%やるって言ってるけど、多分やってないなって思いました。こっち来た時に、こっちのやつらをもう死ぬ気でやってます。練習でカーン来るだろはい、来ます。喧嘩う。でもすファるール取らし、ないだろ取らないです。コーチと喧嘩するんです。それで、ね、審判やってるコーチと、コーチと喧嘩して、選手と喧嘩して、終わったら何もないですよね。俺今日も見てて、スピードではまず負けねえだろお前。そうですね。前オランダでやってロッペンでも抑えれたもんな、スピードでな。覚えてるんですね、そういうの。何言ってんの。 いや、だってワンシーンじゃないですか。ワンシーンだけど、あのシーンでやられるかなと思った時にスピードでやられなかったもんな。だからスピードで負けないだろ。ほんで、俺ヘディングはちょっとあれと思ったら、今日ヘディング競り勝ってたからさ。いや、今日は頑張ろうと思ってたんです。何が頑いや、本当に張る。見に来られるっていうのを知ってたんで。何お前、それで頑張ってるってわけじゃねえじゃん。勝てるし、でやっぱりフィードの精度が上がったな。ポゼッションはすごい言われるんで、あとミスするとため息じゃないですか、あのスタジアムは。なんでそこは気をつけてます。十分やれてるって実感あんだろ。どうですかね、あんまないですけど。あ、そうなの。どういうところが。ブンデスリーガはあれなんですけど、チャンピオンズリーグの8-4ぐらいになってくると、こいつは何なんだろうなっていうやつばっかなんですよね。そういうのを見ると、ああって思います。でもそんなやつらばっかりと戦うわけじゃねえだろ、ワールドカップ。そうですね。そういうやつらが1人2人いるチームが散らばってるわけで。結構もう慣れてるので、そういう相手が来てもビビらないというか。それが一番大きいよな。要するにみんな同じレベルでやってるやつらだからな、まずビビんなよそうな。ですね。慣れですよね。いや、でも今回のワールドカップはね、ぜひピッチに立って見せてって俺が言ういと、や、なほんと、お前がなんかね、はい。誰かに聞いたんだよ、なんすか。ワールドカップのピッチ立てなかったのが悔しくてしょうがなくてね、一回聞いてみたいっつって。で、今日なんかそういう質問があるんじゃないかって思ってたんだいや、僕はもけど。う、今だから言うけど、ワールドカップでどうしてもやっぱ俺らこのままじゃある程度守備をねやらなきゃいけないんだって時に、守備の強さっつうところが、もうボール際がな、今本当強くなったと思うけど、あの時は俺はちょっと物足りなかったというのは感じたんだよな。残念でした。分かってます。これですっとした。いえ。 ワールドカップ終わって空港で解散した時に、一番最後にかけてもらった言葉覚えてますか？僕に。多分覚えてないと思うんですけど、強気のままそのまま頑張りなさいって言って、それ以来ぶりなんですけど、その言葉をすごい意識してシャルケに来たんですけど、代表でもシャルケのユニフォームを着ても、できるだけその言葉をできるように頑張ります。ザックは勝つために11人しか使えないんだよ。で、それは自分で勝ち取らなきゃいけない、お前が。それが次で勝ち取れれば一番いいし、その次のワールドカップになるのかも、お前なんかまだ可能性あるから。でもそれを常に目指さなきゃやっぱりいけないと思うよ。頑張ってワールドカップでな、
俺も向こうへずっと行ってて応援に行きますんで頑張って頑張ります。ありがとうございます。